清宮幸太郎さんまだ育成中。868本厳しくないかこれ。でもお声よりいいじゃん。そういう評価なら中日によこせ。10本打ってるんだから別に悪くないだろ。万世型なんやろ。まずは特殊能力揃えて成長期に基礎能力上げや。大卒2年目って考えたらまあまあやろ。なんか晩年に25本くらい打って覚醒かと思ったら尻すぼみで引退しそう。でも引退したらタレントとして人気出そう。結局痩せて正解だったの？和田曲線でいけるから。なんだかんだ毎年怪我してるのがな。そこそこやれてるんちゃうの？期待外れと言われればそれまでやけども。事前面談までしてこの成績なのどう思ってるんだろ。そろそろ年齢の割にはって言えなくなる。7球団競合というのに目をつむれば悪い成績ではない。高校生の時が人生のピーク。もうドラフトから7年経つのかそっちの方が驚きや。尻滅裂な擁護されるようになってからが本番。最初の数年を一軍で無駄にしてるのがほんまにもったいない。去年から今年にかけてはよく伸びてるし来年次第やろな。やっぱ、前評判が過剰すぎたから期待外れ感があるのよね。あと岡本村上みたいな長距離打者高卒野手が早い段階で頭角を現したのもいまいち感に拍車がかかっているわ。まあ最低限一軍で使い物にはなってるからあんだけ競合した選手としては全く物足りないけど。3球団以上競合で芽が出ないのは球団の責任。ネームバリューに負けてるだけで言うほど悪くないけどな。村上ほどじゃないけど戦力ではあるよ。要はこれで完成なんだろ。いい加減夢見るのやめとけ。むしろようやく良くなってきたところやろ。育成中でもいいのいいの。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。